フェラーリ広場の東側の眺め、9月20日通りとダンテ通りを望むフェラーリ広場はイタリア共和国北西部に位置するリグーリア州の州とジェノバ市の中心とされている広場である。ジェノバの歴史と現代の中心と位置づけられているフェラーリ広場はその噴水で知られており、これは広場の大規模な改修に伴って最近復元されたものである。現在では フェラーリ広場の隣には多くのオフィスビル、銀行、保険会社、その他の式業の本部が集まっており、ジェノバの金融、ビジネスの中心となる地区となっているため、ジェノバ人はここを指して、式と呼ぶ。19世紀の終わりには、ジェノバはミラノと共にイタリアの金融の中心となり、フェラーリ広場には、証券取引所、1893年に、 設立されたイタリア銀行の支社であるクレディトイタリアの銀行など多くの組織が置かれた古いポストカードに描かれたフェルダーリ広場広場には多くの歴史的建造物が面している2005年2月フェルダーリ広場の地下にジェノバ地下鉄のデフェルダーリ駅が開業したまた広場にはトロリーバスの1997年からルート302008年から ルート20が乗り入れている。ありがとうございます。